今日は伊勢丹新宿に行ってきました。こちらです。シャンドワ像っていうケーキ屋さんです。埼玉県の川口市にあります。今大人気ですね。いろんな雑誌にって言っても、お菓子とか料理のそういう雑誌によく取り上げられています。ツイッターとかでも上げている人がたくさんいます。それではオープン。まあ外せないのが、シャンドワ像といえばこの一番奥のこれ、見えにくいけど、ミゼラブル。定番商品として食べておきたいのは、どのお店もだけど、タルトシトロンとかはやっぱり食べておきたいですね。あとはそのお店のオリジナルのものとか、焼きが強いものとかも僕は結構食べたいかな。あとはもうフルーツ系とかですね。ではちょっと食べていきましょう。それでは一口ずつ食べていこうと思います。ざっと見た感じ、ケーキピックの種類は今日買った中では3種類。この白いタイプと、ゴールドのタイプ、それからこの長細い茶色？黒？茶色か。チョコレートの色をしてる。このタイプ。美味しそう。美味しそうじゃないわ。かっこいい。それでは一つずつどれからいこうかな。もう何が何やらちょっともう忘れたけど。このタルトシトロンはもう定番中の定番。フランス菓子なら定番なの。これからいこうか。あ、落ちた。変な感じになったけど。レモンクリームとタルトとメレンゲ。あ、ホワイトチョコレート塗ってる。タルトの方に水分がいかないように、ザクザクしたものを残すためにチョコレートでコーティングしてありますね。いただきます。レモンの酸味。美味しい。そう、甘いだけだとね、ケーキってなんかこう重く感じるだけだから、酸味が必要。特にタルトシトロンはちゃんとレモンの酸っぱいのを感じられないと美味しくない。これ美味しいな。美味しい。ちょっと待って、メレンゲ美味しいな。美味しい。よし、次こっち。これなんだろうな。なんだっけ。パッション。パッションフルーツはこの香りと酸味、しっかりとしてる。で、この白いのがココナッツか。夏にぴったり。ああ、美味しい。いやー、美味しい。夏だわ。これは夏にぴったり。落ちる落ちる。次こっち。これは、もしかしたら動画、ん？これで見るともしかしたら、チョコレートっぽいな。茶色っぽい。この他濃い赤。お、緑色のクリーム。つまり、
ピスタチオ。しっかりあのコーティングの部分、厚みを持たせて、まあこれが絶妙のバランスなんだろうな。うん、そのこれバランスが悪いと多分このなんていうの、ピスタチオのねっとりした部分がこう際立ってくるけど、これしっかりその何この酸味、ベリーの酸味とちょうどバランスがいいから、このなんていうのかな、ちょうどいい美味しさ、これ絶妙。さあここのスペシャリテミゼラブル、これシンプルだ、シンプルなだけに、これがたまに美味しくないお店があるからな、丁寧に作ってないとね、シンプルなだけに。わかんなくな、あ、外れちゃった。塩の感じがする。甘さが来て最後にそのなんていうのかな、キャラメルとかに一つまみ塩入れたり、ガレットブルトーヌとかあれ塩入れたりするけど、そういう感じがするな。これ塩入ってんじゃない？もしかしてこのレーズンのふわっとする香りもいいな。違うかな、入ってたら、入ってなかったらごめんなさい。なんだろう、淡い感じは全くしない。だからちょっと自分が想像してたのと違ったからびっくり。まあこれがシャンドワゾーの味なんだろうな。美味しい、濃い味がする。さあ最後、こういうね焼きが強いケーキは大好き。この焼きっぱなしのケーキ、まあもうな、あのなんていうのかな、あのムースとかにはもうありえないけど、こういうタルトとかの焼きっぱなしの感じはもう大好物。この色、ちょっと待って、層を見とこうか。こんな感じです。よいしょ、おー豪快。やっぱ下のザクザクと一緒に食べたいね。たこれはパイ生地になってるのか。すごいね、いいツヤ。うん、ジューシー、濃厚、甘酸っぱい。もう口の中に甘みと酸味が広がる。どちらかといえば酸味の方が強いから僕は好きですね。甘さが広がるよりはこの酸味がちゃんと広がってくれる方がどんどん進んでいく。うーん、ガツンとくる味、パンチの効いた。紅茶合うなこれは。まあ僕は牛乳かな。これ美味しいな。あのタルトタタンとかって甘ったるくてもう食べられないようなのがたまにあるけど、もうそれとは180度真逆の方向にある。これタルト、ん？タルトタタンなんとかだったかな、その真逆にあるタタン、タルトタタン。こんなに大きくてもこれはいける、どんどんいけちゃう。でこの周りの生地の部分がしっかりもう芯まで焼けてる、焼いてるって感じで香ばしくて美味しい。でザクザク、これは当たり。あ、タルトタタントロピックだったかな。これは買ってほしいな、いろんな人に食べてほしい。これはもう定番のタルトシトロンもやっぱり美味しいけど、美味しいね。
ミゼラブル食べるんだったら、僕はエーグルドゥースのミゼラブルもぜひ食べてほしい。食べ比べしてほしいな。やっぱ夏だとココナッツとパッションフルーツ系も美味しいし、このベリー系。ベリー系はやっぱピスタチオとの相性抜群だから、やっぱこれも食べてほしいな。まあなんだかんだ言ってこれ全部食べてほしいけど。いや、今回の一番印象に残ったのはこれかな。タルタタントロピック。これはいい。酸っぱいケーキが好きな人はこれおすすめです。何曜日だっけ？火曜か、それぐらいまで。伊勢丹新宿の、まあ、パティスリーで、出してます。次はどこかな？次のどこのケーキ屋さんが入るのかわかんないけど。あ、ちなみに、あと、ごめんじゃないわ。このタルトタタントロピックは、伊勢丹新宿限定なので、食べておいた方がいいと思います。ぜひ、新宿に行ってみてください。ということで、まあ、これ全部食べてから寝ます。おやすみなさい。今、ここまで食べて思ったんですけど、このタルトタタントロピックは、リンゴは多分入ってないですね。タルトタタンって言ってるから、リンゴが入ってるかと思ったら、よく見ると上はパイナップル、これ下バナナが入ってて、アーモンドクリーム。いやー、そりゃリンゴの甘みというか、あれはなくて酸味が強いわけだなと今、思いました。タルトタタンっていうからもうリンゴって思い込んでしまってるけど、説明書きとか見ないからね、こういうことになっちゃうんだろうな。なるほどね、なるほどねって。いやでも最高に美味しい。うん、パイナップルだ今度こそごちそうさまです。おやすみなさい。